皆様こんばんは。オーストラリアゴールドコーストからお送りしておりますソーシャルメディア TV でございます。今日はとってもお月様が綺麗ですよね。明日7月31日はブルームーンといって、とても珍しいのは1ヶ月のうちにですね2回満月がやってくるという珍しい満月だそうですね。今日はその前日ということですけども、今日外ね、見上げましたらゴールドコーストは本当に雲一つない美しい夜空だったんですけども、とっても綺麗にお月様が輝いておりました。さて今日の配信なんですが、今お写真にも出てまいりましたけれども、かずみさんというですねナチュロパスを、なさっている専門家の方がゴールドコーストの方にいらっしゃるんですけども、かずみさんからお声をかけていただきまして、今日とっても私興味深いですね、セミナーに行ってまいりました。ゴールドコーストのナチュラルセミナーということで、今日はこのナチュラルセミナーレポートをお送りしていきたいと思います。はい、皆様改めましてこんばんは。オーストラリアゴールドコーストから毎日日本時間21時からライブ配信をお届けしておりますソーシャルメディア TV でございます。今日はねゴールドコーストの街の情報ということでお送りするんですけども、ナチュラルセミナーというナチュラル健康セミナーというねセミナーが毎月月末の木曜日の晩にね、夕方現地時間で、18時30分から9時30分までの、8時30分までの2時間のお時間で開催されているということなんですね。それで私自身はナチュロパスの和美さんとは満月の瞑想会という日本の方がされている瞑想会の方でお会いしたことがあって、でナチュロパスのお仕事をされているというのは存じ上げていたんですね。はい、ナチュラルって日本の方ではまだあまりこう耳慣れない、感じの言葉かもしれないんですけども、例えば、血液の検査をして、その血液の中のねヘモグロビンの状態がどうであるかとか、まあ、そういったことを検査できる、専門家の方なんですけども、それによって、例えばこう食事の、アドバイスをしてくださったりとか、まあ、そういったお仕事をされている方で、かずみさんご自身はですねマルグレーブアベニューというところがあるんですけども、そちらの方でソウルポイントホリスティックスというクリニックがありますけども、そちらの方でこのナチュラパスのお仕事をされていらっしゃいます。私も満月瞑想会の時にお会いした時にね、病気では全くないし、どこもね別に取り立てて悪いところはないけれども、自分の実際のその血液の状態とかを見ることによって、その今の状態を知っておくのはとても大切なことかなというふうに思ってずっと気になってたんですね。それでかずみさんにお声をかけていただいて、何度かこの健康セミナーの方ですねお誘いいただいてたんですけども、たまたま月末時間が合わなかったりとか日本に行ってたりとかで、しばらく参加できなかったんですけども、今日初めて、参加をしてまいりましたけれども、皆さん本当に良かったですよ。はい、お知らせはどんなところにあるかというとですね、今日かずみさんの方のフェイスブックの方でお誘いいただいたんですけども、ちょっと画面文字がね鮮明ではないんですけども、ちょっとご紹介をしていきたいと思います。はい、ちょっとじゃあこれ全面画面にした方が分かりやすいですね。はい、まず上村和美さんをご紹介させていただきます。現在ゴールドコーストの方にお住まいで、ソウルポイントホリスティックスというねクリニックがありまして、今週レポートにもあったんですけれども、サイキックの方ですね、霊媒師の方が、ご経営をされているクリニックがあるんですけども、まあ、そこには和美さんのお仕事をするオフィスもありまして、何人か の健康とかそういったスピリチュアル系の専門家の方が集まっているクリニックがあるんですけども、そちらの方でお仕事をされていらっしゃるということなんですね。それで今日のねこの和美さんのお話がね本当にすごい興味深かったんです。でたくさん の資料があって、すべてを私メモすることはできなかったんですけども、でもとても興味深い、ぜひ皆さんにお伝えしたいところをね今日はいくつかかいつまんでメモを取ってまいりましたので、お話しさせていただきたいと思います。私もともとすごく健康に関心がありますし、普段からね食べ物とかあとエクササイズとかなかなかこう気をつけてはいるんですけども、まだまだ足りなかったなと思うところがすごくたくさんあったんですね。今日はお腹の中の、小腸のお話をたくさんしてくださったんですけども、どんなお話があったかというと、まず小腸ってね全長で6メートルから7メートルぐらいの長さがあるんだそうですけども、それをすべて、ね、この平らに伸ばしていくとテニスコートの大きさぐらいの
あの面積になるっていうことをお聞きしたんですね。それで、この省庁の中には、十二市庁、それから空庁、海庁というね、3つの種類の、まあ、省庁があって、なぜこの省庁の今日お話をしたかというと、あのリーキーガットという、省庁の独特なあの症状があるそうなんですけども、これはあの省庁の細胞の腸壁に隙間ができちゃうということでですね、その隙間ができるとどんなことが起こるかというと、普段はきちんとこう細胞の、ね、あの膜が揃っているから、普段はその、入り込んでこないようなあの悪い菌とかがこう体の中に取り込まれてしまうということなんですね。それであのこのリーキーガット、実は私もですね、すぐあの近所の、若いあの男性が、セレアックディジーズだったかな、あの小麦粉とかに含まれているグルテンを食べるとものすごく具合が悪くなるっていうあの病気なんですね。それで実は彼のお母さんと私はとても仲が良くて、小さい頃からうちの娘と一緒にこう大きくなって育っていってるんですけども、あのすぐにそうお腹が痛くなってしまう原因が分からなかったんですね、何年もね。それであの皆さん、小麦製品ってね、明らかに小麦製品って分かる、パンとか、ね、あとはあのパスタ以外にもたくさん食品の中に小麦って使われていますよね。だからその、セレックディジーズを持っている人は本当に明らかに小麦って分かるもの以外に、一体その食品の中にどんなものが含まれているかっていうものを気をつけていかないと、もうそれを食べた後にとても具合が悪くなってしまうという症状があったんですけども、実はその症状を持っている方は小麦に対してそういった、アレルギーの反応というのかなというのがあるらしいんですね。それで、その症状を持っている方の省庁の中っていうのは、本来だったら健康な人たちっていうのはね、たくさんこうあの、細胞の突起が省庁の中をこう覆っているんですけども、それがですね、結構こうツルツルなくなっているような状態だっていうようなことになってましたね。それで、省庁の問題ということで、省庁内に細菌の過剰繁殖が起こったりとかね、それから、そうなってくると栄養失調になったりとか、それから、胃酸濃度が低下すると、今度は、食物の中の細菌を取り込んでしまう、ね、そして今度小腸の中で消化しきれないで、大腸の方に、その、ね、余ったものがこう行ってしまうという、消化不良みたいな感じになってしまうとかね。あと意外だったのは、この小腸に問題があると甲状腺の機能が、ね、あの非常に影響を受けるらしいですよね。で、甲状腺の機能が低下したりとか、あとは自律神経の低下にもつながったりとか、腸閉塞っていう怖い病気も、ね、こう招いたりとかするということらしいんですよね。で、小腸の話って あまり私自身その体に大きな問題がないので、詳しく考えることってあまりなかったんですけども、実は私の母方のおばが、2人とも大腸がんで亡くなっているんですね、はい。それで大腸のがんってやっぱり場所が場所だけにとても大変なんですね。苦しいですし、それから排泄物の、ね、出てくるようなところですから、本当に患者さんは大変なんです。それで、今日この和美さんのお話を聞いて、非常に興味深かったのは、私もちょっと自分の健康を過信しているところがあったなと思って、きちんともう一度この分野のことをしっかりと知識として勉強したいなと思いました。はい。それで、この小腸とか、ね、大腸の話ということで、とても皆様に毎日必ず、おなじみなものっていうのは排泄物ですよね。それで、彼女が言ってたのは、そのいい排泄物とそれから悪い状態の排泄物っていうのを図解して見せてくれたんですね。それであまりにもこう何でしょうね、食物繊維とか水分が足りなくてうさぎの糞のようになってしまっている状態も決していいものではないし、かといって、下痢のようにこうね、流れてしまうような感じの便も良くないけども、こういう状態の、便がいいんですよというのを、ね、図解で示してくれたのがすごく分かりやすかったんですね。こんな、特徴があるというふうにおっしゃってました。まず硬さはバナナ状であるとね、それから、お手洗いに行ってこう行きまずにね、スルンとこう便が排出される。そして匂いはもちろんね、便ですからあるんですけども、ただしその便の匂いが非常にこう悪臭ではなくきつくないもの、ね、そして、便の量はだいたいバナナの 2,3 本ぐらい、色の方は黄色みがかった色、
ということですよね。はい、で大体まあ重さとしては、あの重量としては 200g か 300g ぐらい、まあ、これが理想的な便だっていうことで絵もこうね図解していただいたんですけど、なるほどなと思いましたね。あの自分の排泄物をこうまじまじと見ることってないですけれども、あの自分の健康のためを考えたら、やっぱりその便の状態っていうのが、その健康状態っていうのを非常にこうね表してくれるので、ぜひあの毎日確認してくださいって、あの彼女はあの言ってましたね。はい、そして、まあ、この腸内細菌という話がとても、ね、印象的だったんですね。腸の中にはもう本当に無数の腸、いろんな菌の種類があるそうなんですけども、まあ、大きく分けて善玉菌、これはね、あのいい働きをする菌ですよね。それから日和見菌、ね、これはあの普段体調が悪くない時は別にそう悪さをしないんだけれども、自分の免疫が下がって病気になっている時なんかは悪玉菌の方にこう加勢してしまうような日和見菌というのがあるんですね。それで、まあ、通常この善玉菌と日和見菌と悪玉菌のパーセンテージっていうのが あったんですけども、大体通常一般的な方は善玉菌が 20% ぐらいで、日和見菌が 70% ぐらいですよね。そして悪玉菌がまあ 10% ぐらいなんだけれども、理想としてはこの善玉菌の割合を 30% ぐらいまでに上げましょうと、ね、いうことでした、ね、そして、まあ、その腸内環境の、細菌、いい細菌を増やす方法というのはとても分かりやすかったですね。はい、まず一つはビフィグス菌って、私もよく耳にする言葉だったんですけども、あのヨーグルトの中に、発酵食品のヨーグルトの中に入っている、ビフィグス菌ですよね。あのこのヨーグルトの中に入っているビフィグス菌というのは、あの熱にそんなに強くないらしいですね。はい、そしてもう一つは乳酸、はい、これは少しビフィグスよりも熱には強いということだったんですけども、まあ、あの発酵した食品がいいって言われるのは、この腸内の環境の中の善玉菌を増やしてくれるという働きがあるということは今日非常によく分かりました。そして、腸内の環境を弱酸性に保っておくことによって、腸内の環境というのがね、あのとてもこうね上手に動く、働くということがよく分かりました。はい、で今日初めて聞いた言葉だったんですけどもね、パレオダイエットっていうダイエットの方法があって、これはあの石器時代に人間が食べていたものに近いものを食べましょうというダイエット法があるらしいんですね。それで、基本的にこのパレオダイエットというのは、まず穀物や乳製品や、それからこれちょっと箸書きで書いちゃったんですけど、なんて書いてあるんだろう、乳製品、あ、穀物と乳製品は食べないんですね、取らないんですね。それであとはでんぷん質を多く含む野菜、例えばお芋とかの、ね、お野菜ですね、こういうのも食べないようにすると。でその代わり発酵食品をたくさん食べるということですよね。はい、まあ、日本の代表的な発酵食品というと漬物とか、それから納豆なんかがね、あの非常にいいですよね。はい、あとあの韓国のキムチがね、やっぱり発酵食品で非常にいいっていうふうに言ってましたね。はい、それから、他に取った方がいいものは赤身の、肉と魚、良質の、オメガ3が入っている、ね、こうしたタンパク質を取るということですね。あとなんかクランベリーがいいらしいですね。あの赤いちょっとこう酸っぱい酸味の強いクランベリーのジュースがとてもいいってあの教えてくださいました。はい、そしてあと、まあ、消化の酵素を増やすといいですよってお話があったんですよね。それで、まあ、ハーブ類だとオルガノとかタイムとかニガヨモギ、黒くるみかな、ちょっと箸書きで書いたんですけども、まあ、味としてはそんなに甘かったりとかって言ってね、こう口にあの甘いものではないんですけど、まあ、こういったハーブ類があの非常に消化酵素を増やすには効果的なハーブ類だということを教えていただきました。あとはプロバイオと言って、まあ、善玉菌を、増やしていくタブレットですよね。まあ、こういったものを取るといいらしいんですけども、ただこうした、まあ、こう善玉菌というのを口からね経口で取ると、あの胃酸で、ね、あの壊されてしまってっていうお話があるんですけども、まあ、こうした善玉菌のタブレットが、上手にその腸内まで届くようにするためには、炭水化物のものとこう一緒に摂取することによって、その炭水化物にちょうどこう、ね、オブラートのように包まれて腸内まで運ばれるというようなお話も聞きました。そして、まあ、積極的に取った方がいいよというようなこの善玉菌の、食品としては、
ビフィグス菌を含むヨーグルトですね。そしてキムチ、納豆、あと塩麹菌ですね、はい、あとは、紅茶キノコと呼ばれているものとか、これも発酵した飲み物らしいですね。それから、手近なものだとヤクルトがやはりいいですねっておっしゃってましたね。あの白田菌という日本の方が発見した、菌がヤクルトの中には入っているらしいんですけども、この、乳酸菌を増やすためにはそのヤクルトが非常に手軽でいいということ、あとお味噌なんかもね、食品としては理想的な食品だというふうにおっしゃってましたね。そしてもしその食事を改善していくとすれば、こんなことに気をつけましょうということを教えていただきました、動物性の油を減らすことですね、はい、動物性の油を減らすと、それからたくさんの繊維のお写真、お餌を取りましょうということですね。例えば根菜の、ごぼうであるとか、それから、繊維の多い、豆類、それからキノコ類ですね、はい、あとこんにゃくなんかも非常に繊維が多いということですよね。それからその善玉菌の餌になる、ね、オリゴ糖を積極的に取りましょうということでしたけれども、このオリゴ糖を取るには大豆、それから玉ねぎ、にんにくなどに非常にこのオリゴ糖になりやすい成分が入っていて、さらに、ビフィグス菌を増やす食品というのがあるそうなんですけども、人参とリンゴとバナナが非常にそのビフィグス菌の増やすのに手助けになる食品ということを教えていただきました。ですから朝今までね、穀物系の朝食をとっていたところを、人参とリンゴとバナナのね、こうしたフルーツのスムージーなんかに変えるだけでもとてもいいんじゃないかなってお話をお聞きしました。はい、とっても本当にためになるお話を聞かせていただいて、私自身も本当に健康に関心があるし、食べ物にも気をつけている方なんですけども、いやまだまだ本当に専門家のお話を伺うと、もっともっとこの分野のことについて知りたくなりますし、それから発酵食品もね、自分の家で新鮮な野菜から漬物を作ったりとか、そういうこともできるということも分かりましたし、先々月私納豆を作るのを挑戦してみたんですよね。納豆の菌ってとっても強いんだそうですね。それでオーストラリアに来る納豆は大きな日本のスーパーなんかにも売っているんですけども、そちらで、買ってきた納豆って日本から来ますから全部冷凍で来るんですね。それで冷凍のパックに入っている納豆を取り出して、解凍しますよね。解凍させるとこうネバネバが出てきますけども、そのネバネバした、もう冷凍されてずっと保管されていた解凍した納豆からでも納豆を作ることができるんですね。私も本当にそんなに凍ってるもので大丈夫なのかなと思ったんですけども、有機大豆を買ってきまして、1キロぐらい買ってきまして、それで、蒸すんですよね。大豆をね、茹でないでこう蒸して柔らかくしていって、蒸す前に1日一晩お水を煮つけといて、ふっくらとねお水をたくさん含んで柔らかくなったところを蒸し器で蒸すんですけども、これからずっともし作っていくんだったら圧力釜なんかがあるといいなと思ったんですよね。短時間で柔らかく、豆もね短時間でとってもふっくらと蒸してくれる圧力鍋を今度もしあれば、機会があればぜひ購入したいと思いました。今私の一番のウィッシングリストに入っているものなんですけども、それで大豆を蒸して、それで、その解凍した納豆の、上澄みだけでいいっていうふうに書いてあったんですけどもね、それで、納豆菌をパックに入ってる納豆から持ってきて、でそれを蒸した大豆に混ぜるんですね。それで納豆菌って意外と熱にもちょっと強いところがあるので、完全に冷まさないでも大丈夫だっていうふうにレシピに書いてあったのでね、蒸してまだ少し温度のあるところでこう混ぜました。はい、でその後に通常ピクニックなんかに持っていくクーラーボックスってあるんですけども、そちらの方に温度管理がとても大切だということだったので、一定の発酵しやすい温度の方にずっとこう熱湯の、ボトルをですね何時間かに1回こう変えて、で一定の温度が保てるようにして、それで上にこうちょっと濡らした、ね、布巾をかぶせて、それで一晩置いたんですね。それで翌日、見た時にとても感動したのは、ほんの少ししかその納豆菌を混ぜていなかったにもかかわらず、
パイレックスのこう四角の長四角の、タッパに3つ作ったんですけども、みんなどれも上手にこう糸を引いて納豆菌が増えていて、でちゃんとその納豆の表面も納豆菌にこう覆われてちょっと白い膜ができてたりとかしてですね、ちゃんとできてたのを見た時に本当に嬉しくなりましたね。それでその出来上がったばかりの納豆よりもしばらく何日か発酵が進んだものの方がお味もとても美味しかったので、タッパーでいくつかこう作ったのでね、新しいものから少しこうね日を置いて熟成させたものまでこういろんなタイプの味を楽しむことができたんですけども、本当に発酵食品で体にもいいし、それからお家でもこんな風に簡単に作れるっていうことが分かりましたのでね、これからなるべくこの手作りの発酵食品というのを作っていきたいなというふうに思います。はい、あとそうですね、今まで漬物とか自宅で漬けてみるっていう体験がなかったんですけども、ちゃんとぬか味噌とかでやってみようかなって思うきっかけになりましたね。ぜひ皆さんも体に良くてしかも美味しくて、簡単にできてっていう食品をお家で作ると楽しいですよね。ぜひまたこの健康オタク特集みたいなのをやってみたいなと思います。はい、それでは、皆様からのコメントもお待ちしております。私はこのタブレットの方で皆様からのコメントを拝見しているんですけども、こうしたタブレットとかパソコンでご覧の方はこちらの、ライブ画面の右側になります。ソーシャルストリームという文字を押していただきますと横長のチャットボックスが開いてきますので、Twitter とか Facebook とか Mixi、 それから Ustream などのアカウントでログインをしていただきますと皆さんのコメントを逐一私の手元の方で拝見できますので、ぜひコメントをお待ちしております。はい、今日の一番乗りはいつもカオルさんありがとうございます。春日井の、はい、箱崎カオルさんね、先日一昨日だったかしら、新聞の方にこんなに大きなお写真入りでね、カオルさんの記事が出ておりましたけれどもね、リフロクセラジー、また噛んじゃった、リフロクセラジー、足裏の足つぼのマッサージをご自宅のサロンでなさっているんですけども、とっても大きくね、地元の方の新聞に取り上げられていて嬉しくなりました。私の後でFacebook の方でシェアさせていただきますね。カオルさん本当におめでとうございます。はい、今日はナチュロパスで合同構成ご活躍の上村和美さんのセミナー、健康セミナーの合同構成レポートをお送りしてまいります。はい、では引き続きなんですけども、この健康セミナーにはもう一方ですね、カイロプラクティクスの先生が見えてました。男性の先生だったんですけれども、ロビーナの方にあるクリニックだそうですね。はい、ロビーナのクリニックで、こちら今パンフレットをもらってきたんですけども、はい、LOG と書いてログですかね、ログ、カイロプラクティックというですね、こちらのパンフレットをもらってきましたんですけども、はい、こちらのクリニックの方にお勤めの、カイロの先生でいらっしゃるんですけども、坂部先生という男性の先生だったんですけども、とってもハンサムでお若くて、元野球の選手を目指してたという方だったそうですね。それでご自身はちょっと体を練習で壊されて、そのスポーツの道は断念したんですけども、その後このカイロプラクティスのね、専門家として今ゴールドコーストの方でご活躍をされていらっしゃるんですけども、週に3日こちらのロビーナの方のクリニックの方でお仕事をなさっていて、で週に3日ゴルフを趣味でなさっているという、とてもオーストラリアンライフの理想的な働き方、ワークスタイルをされている方ですね。9月ぐらいにはノース、ゴールドコーストですね、私の住んでいるあたりなんですけども、まあ、ホープアイランドとかね、ビケラウォーターというところがあるんですが、このあたりに、もう一つクリニックを探していらっしゃるということなので、まあ、このあたりはね、ホープアイランドのあたりとかって日本の方もね、結構比較的多く住んでいらっしゃいますからね、ぜひおすすめしたいなというふうに思った先生です。はい、では坂部先生から教えていただいた、非常にまたこちらも興味深かったお話を、私なりにね、メモを一生懸命取ってきましたのでお伝えさせていただきたいと思います。はい、今日は、正しい座り方ということについて教えていただいたんですけども、まずそんなところからギクッとしてしまったのは、今日セミナールームの方に30名前後の方が見えてたんですね、受講生さんで。でもその中で正しく椅子に座っていられるの
おられたのは一人ぐらいしかいませんよってまずおっしゃってましたけれども、椅子に座ってること自体が実は健康にあまり良くないっていうことをまず初めに教えていただいたんですね。それで、一番最初の導入部分でこのカイロプラクティストの先生から、体のいろいろなところの痛みの原因というのは3つの大きな要素がありますということを教えていただきました。まずは肉体的な痛みですね。重いものを持ち上げたりとかしてこう筋肉の筋を痛めてしまったとかってありますよね。それから科学的な原因、例えば食生活であるとか、それから、環境に含まれる毒素ですね。お掃除に使う化学薬品もすごく良くないらしいですよ。皆さんもう使うのやめましょうね。カビを取るものとかいろいろありますでしょう。あれ良くないらしいですよ。はい。それから、精神的なものですね。これは主にストレスというふうにおっしゃってましたけれども、この肉体、科学、精神の3つの大きな悪い要素があって痛みの原因になることがあると。でそのカイロプラクティストでは1つを取り除くだけではなくて、これを全体的に取り除いて改善していくということをご指導してくださっているそうです。そしてこれをホリスティックアプローチというふうに教えてくださったんですけども、痛みの原因を取り除くには、そういった原因を一つ一つこう解明していくというふうにおっしゃってたんですけども、対症療法というのと、それから原因療法と2つの分かれたカテゴリーがあるんですけども、この対症療法というのは、例えばもうすでに痛んでるところですよね。その症状にもフォーカスして改善していくと。例えば病気をしているとか怪我をしているとか、そういった治療をして痛みを取り除くってことですよね。これの対症療法というのは、比較的早く結果が現れやすい。そして一つの症状がなくなっても別の症状が現れやすいということも教えていただきました。そして未病は特に問題ではないということなんですが、もう一つの原因療法というのは、それが一体痛みの原因が何なのかということにもフォーカスをすると。そして、この原因療法で、不足しているか、もしくは毒素が、原因になっているっていうこの2つどちらかですよね。そして、症状に関係なく乱れた、これ何だろう、私ちょっと箸書きで書いたんです。症状に関係なく乱れたで終わってますね。乱れたバランスを整えるですね。はい。乱れているバランスをこう調整していく、どこが崩れているのかっていうのを調整していくってことですね。そして、健康が全体的に向上する段階で症状が消えていくというのがこの原因療法。そしてバランスを損なうと、そこで体に何らかのサインが現れるということですよね。はい。そしてビタミン D3 について教えていただいたんですけども、オーストラリアってとても紫外線が強くて、日光が強いので、私自身はその日光浴自体が良くないんだっていうふうに思っていたんですけども、実はこの日光浴で作られるビタミン D3 というのがあってね、これは体の中では作られないので、こう本当にその日光に当たることによって作られるビタミンがあるというのを知りました。でこの日光浴で作られるその日光の時間帯というのもあって、朝早くもう日の出から、6時ぐらいの日光ではなくて、朝10時から午後3時ぐらいの間に浴びる日光でこのビタミン B3 というのが作られるということでしたね。あとは水をたくさん取りましょうと。もう人間の体の中っていうのはこうたくさんの水分でできているので、できれば2リットルぐらいっていうふうにおっしゃってましたね。あとはもう食事の改善ができるであれば、穀物をなるべく減らしましょうと。米とかパスタ、小麦とか、そういった穀物の食品を減らしてみると、そしてあとは全体的な生活習慣を改善していく、寝不足だったりとか、それからあとはストレスの多い生活だったりとか、そういうものを改善していく、全体的にというお話がありましたね。それで、本線の方で教えていただいたことがあるんですけども、そこで教えていただいたのが腰痛、肩こり、股関節、膝、肩、肘、実はこれらの痛みは姿勢が悪いことによって起こされることがとても多いということを教えていただきました。はい。で姿勢が悪いとそうした、体の痛みにもつながるのと、それから自分のパフォーマンスが低下しますよね。はい。それから、内臓とか神経にも良くない影響を与えたりとか、血流とかリンパの流れを滞らせてしまうので、
デトックスが上手にできなかったりとか、それから栄養分が十分に行き渡らないというようなことにもつながると、姿勢が悪いことでですよ。それから、強いては寿命とか健康寿命っていうのを姿勢が悪いことで縮めてしまうことになると。ショッキングだったのは、猫背の人の寿命は、姿勢のいい人よりも15年ぐらい短いのではないかっていうショッキングの話がありましたね。はい、そして、質の高い人生を送りましょうというようなメッセージをいただきました。はい、そして正しく座るコツを教わってきました。私もちょっとピッと正しく座りたいと思うんですけども、まず一つは長時間座らないということですね。はい、理想としては1日3時間ぐらいが限度だそうですよ、皆さん。そして座り続けると筋肉が落ちてきてしまうということですね。ですから、代謝が低下してしまうと、ずっと座っていると。それで、慢性疾患とか心臓の病気、それから脳梗塞、糖尿病、高血圧、がん、アルツハイマー、腰痛と、これ聞いてるだけで怖い病気ですけども、ずっとこうね座り続けてこうした代謝が落ちてきたりとかすると、こういった病気の原因にもなるということで、じゃあどうしたらいいでしょうかということなんですけど、定期的に立ち上がるといいそうです。皆さん、こう立ち上がる、ね、1日にね、お仕事で座っている時間長い方は、定期的に20分に1回ぐらい立ち上がるっていうのは大切だそうですよ、ね、で立ち上がることによって90秒以内にもう代謝がこう、ね、動き出すんですって。で正常なホルモンの分泌が始まってくると、立つことでね。そして、無動ではなんと老化は10倍も早くなるということですよ、動かないことはね。で20分に1回こう立ち上がる、で体をこう、ね、伸ばしたりとかこう動いて立ち上がること、それからあとは、ずっと1日8時間も座ってデスクワークしている人がね、週に1回だけヨガに行ったりとかしてもあまり効果は期待できないと。それよりも1日何度もこう立ち上がって、そして自分の代謝を上げたり、正常なホルモンの、ね、分泌を、ね、促進するということが大切だというふうに教えていただきました。はい、それからですね、ホメオスタシスって言葉を聞きました。これ恒常性というふうに日本語で訳すそうなんですけども、ホメオスタシスのにおける運動の必要性ということを教えていただいたんですけども、精神肉体ストレスに対処する力があるかどうか、そしてそれらが、ストレスとかが大きくなりすぎると、通常だったらね、自分の免疫の中で正常に細胞を正しくコピーする力があるんですけども、こうした精神的とか肉体的とかストレスが強くなってくると、本来きちんと正しいね健康な細胞をコピーする力っていうのが落ちてしまって、ちょっとこうおかしな細胞になってしまうと、それが強いてはがん細胞になっていったりとかするというふうなお話を聞きました。はい、そして、正しい姿勢ね、座り方としてその2で教えていただいたのがヒップヒンジ、ね、たくさんこう図解をして教えてくださったんですけども、ここの股関節のここのところがきちんとしていると、ここの背筋のところが、ね、ピッと伸びると。それで背筋、正しいこの背骨の健康な背骨っていうのはこう少しこう S 字にきれいにこう湾曲しているんですけども、これが姿勢が悪くなってくると、まあ猫背とかこういう姿勢になりますよね。だから本来だったら綺麗な S 字になって湾曲している健康な背骨の場合は、非常にショッキいろいろなこう衝撃にも対処できるような弾力性があったりとかね、一箇所の体の一部分にこう負担がかからないように非常にバランスがいいんですけども、それが崩れてきて股関節のところがきちんと、ね、力を支えられないと、こういうところに余計な負担がかかったりとか、あと体をこう曲げた時にこの背中のところが猫背の本当に極端にこう山形になってしまったりするというような、たくさんの資料をね図解で見せてもらいました。はい、そして、正しい姿勢ということで生理的湾曲と生理湾曲というらしいですね、そして、それをきちんと保つようなことを心がけましょうということでした。そしてあとはかかとにこう重心がしっかりと乗るようにねするということとか、あとはマラソンランナーのたくさん の資料を見せてもらったんですけども、きちんと走れてる人っていうのはこの骨盤のところが少しこう前にきちんと出ていて、走ってる時に少しこうね前傾姿勢で腕の角度っていうのもとてもいいんですけども、
それが、腰が後ろに引けていたりとか姿勢の悪い人の走り方って確かにあの図解で比べると非常によく分かりやすい。でそういう姿勢が悪い人っていうのはあの膝とかね、あと足の変なところにあの重量がかかったりとかして体に良くないですよっていう話を今日教えていただきました。はい、あとその3で教えていただいたのがね、椅子の高さが合ってるかどうかって話もありましたよね。はい、あの背の高い方が極端にこうあの、ね、あの低い椅子に座っていることによって変なところに体の、部分に、ね、負担がかかったりとかするので、こう正しい椅子を選びましょうということと、あと特にこうデスクワークとかで椅子に座っている時間が長い人はどうか、本当にいい椅子を買ってくださいって今日言われました。あの体を壊して、ね、その後診療所にも本当にたくさん行かなくちゃいけない、痛みで悩むぐらいだったらもうきちんと、ね、あの値段は張るかもしれないけれども、自分の体に合ったしっかりと、ね、あのした椅子を、ね、あのぜひ購入してくださいっていうようなお話を聞きました。あとあのこの座ってる姿勢が良くないということですよね。ですから私もちょっと取り入れてみようと思ってるんですけども、こう立ったままパソコンに向かうようなスタンディングデスクっていうのを取り入れるといいっていうふうに教えていただいたんですね。で立った姿勢だと足が疲れてきたらこうちゃんと自分でバランスを取ったりとかしていますよね。で立つことによって先ほど、ね、教えていただいたように正常なホルモンがこう分泌できるようなあの体勢になってくるし、代謝が、ね、こう始まるということですよね。だからずっと座ってこう同じ姿勢で猫背のままやるよりも、きちんとこう、ね、あの高さに合ったデスクで、自分が立ち上がってこう作業するというのも一つこれいいなと思いましたね。あと私持ってるんですけどね、バランスボールって言ってこんな、ね、大きなあの空気の入るボールがあるんですけども、それに座りながらやるとこう自分の体のバランスをこう取りながらやるのでいいよって言って、あのクリスマスにもらったのがあるんですよね。なのも使ってみようかなと思ってます。はい、それから椅子に座る姿勢を教えていただきました。今日は椅子の前の方に座る、ね、あの背もたれにきちんとこうやって座っていい姿勢で座っている人は今日一人しかいませんでしたよってあの、ね、あの先生もおっしゃってましたけれども、椅子の前の方に座って背もたれをなるべく使わないようにするっていうことを教えてもらいました、ね、それから、その後で教わったのは背筋を反らさない、ね、それから上から引っ張られるような意識をすると姿勢がこう良くなると、よく姿勢を正してくださいというとこう反ってしまったりする方いるんですけども、そうじゃなくて上の方からこう引っ張られるような、感じにするといい姿勢がこう意識できるというふうに教わりました。あと骨盤の、これなんだろう、走り書きで書いちゃったからわからないな、骨盤の傾斜かな、骨盤の傾斜を、決めるかな、はい、で、この5つをまとめると、1つは長時間座らないこと、それからヒップヘンジですね、この、はい、股関節のところしっかりと鍛えましょうね皆さんね、はい、それから骨盤の前傾、ね、骨盤がこう前傾している状態、こう腰が引けてない状態がいいってことですね。骨盤がこう前の方に出てくる状態ね。それから椅子に座るときにはなるべく背もたれを使わずに前の方に座りましょうと。それから反らないね、はい、こうしたあの姿勢を気をつけることによってどんな効果があるかというと、これなんて書いてあるんだろう、ちょっと自分で書いてわからないんですけどもね、ちょっと一番わからないのは、筋骨格系疾患かな、筋肉とかね、その骨の関係の疾患を減らすことができるんじゃないかと。それから慢性疾患ですよね、これのリスクも下げることができるんじゃないかと。それから、姿勢が良くなることによって脳とか神経の働きも、促進される。そして呼吸器系の病気のリスクを減らすこともできて、さらに5つ目は老化の進行を遅らせることもできるのではないかというお話を伺いました。姿勢というとね、あの本当にこう体の痛みだけぐらいにしか影響しないのかなと思ったら、そうした神経系とか呼吸器系とか、さらには老化をね、遅らせるというようなことにも、つながるということで、ぜひ皆さんこういい姿勢で意識したいですよね。私もデスクワークがやっぱり長いので、あの今日教えていただいたことを本当にね、愚直にも実直にね、もう実行していこうというふうに思ってるんですね。ですからやっぱりこう立って仕事するっていうことも取り入れていきたいですし、それからずっと座り続けてることが良くないから、やっぱりこうね、20分に1回立つ習慣なんかもつけて、早速今日教えていただいたことをね、あの取り入れてみたいなっていうふうに思っています。はい、さて皆さんは普段健康ではどんなことにね、気をつけていらっしゃるでしょうか。
まあ、私はそうですね、毎日、ジムに通ってますね。10代の頃からずっとこうジムに通う習慣があるんですけども、10代20代、30代の頃は多い時で10代の頃なんかは1日3回グループフィットネスに出てたりとか、お休みの日なんかはほぼ1日中ジムにいるようなこともしてたし、それから当時ちょっとしたボディービルのブームがあったんですね。それで10代の終わりから20代の初めにかけては筋肉をこう増やすね、ボディービルのトレーニングなんかをしてたことがあったんですね。今思えばうーんと思うんですけどもね、本当にこの辺りの筋肉をこう際立たせるためのトレーニングっていうのをしていたんですけども、筋肉がきれいに見えるように今こちらでは禁止になってるんですけども、人工的に日焼けをする機械があるんですね。こう蓋がパチンと閉まって UV の光が、人工的な青い光が出るんですけども、それで全身を本当にこう黄金色じゃないか、褐色の肌にこう焼くという機会が以前あったんですけども、そんなのに入って、で自分のこう、ね、ボディービルで少し鍛えた筋肉が際立って見えるようなことなんかもしてたことがありましたけどね。今はグループフィットネスももちろんやるんですけども、前のように、ね、1日に2回とかはしないで、自分の好きなクラスを週に3回ぐらい取ったりとかします。それからあとグループフィットネスをやらないときには、軽い筋肉トレーニングですよね。重りを使ったジムのワークとか、あとは、筋肉を使った後に、30分以上こうランニングをすることによって、脂肪をこう、ね、燃やすのにとてもいい効果的な運動ができるということで、そういったトレーニングを続けています。はい、ジムは何回も、ね、このライブ配信でもお話ししたんですけども、私にとってみると生命保険と同じようなもので、生命保険で病気にかかることを、ね、心配するよりも、積極的にこう自分が健康増進のために、未病のために毎月ジムで、ご料金を払って、月会費を払うことによって、今月もね、無事に病気をしないで今月も過ぎたなっていう感じで、私にはちょっと生命保険に近い感覚があるものですね。皆さんはどんなふうに健康増進など気をつけていらっしゃいますでしょうか。はい、新聞記事の件ご紹介してくださりありがとうございますと。はい、カノンさんのね、リフロクソロジーはまた噛んだ本当に愛がこもっていて、本当指先に本当にそのカノンさんの安いエネルギーがね込められていて、私が本当に印象的だったのは、その時に必要な香りっていうのを自分で選んでくださいっておっしゃっていただいて、いくつもたくさんボトルを持ってきてくださったのがとても印象的だったですよね。はい、カノンさんご自身もこうして人様の健康に関わるお仕事をされてらっしゃって、私はまだ実は体験したことない療法なんですけども、よもぎ蒸しというのもカノンさんされていて、女性のね、このお腹のあたりにとてもいいということで、こう椅子型の、ね、座る感じのものがあって、でこのお尻の下の方にね、よもぎを蒸して、でこうお腹を温める、体を温めるという療法があるらしいんですけども、ね、私もちょっとカノンさんのところでぜひ一度やってみたいなというふうに思っています。はい、ね、皆さんはどんなふうに健康を気をつけていらっしゃるでしょうか。私もね、意外と自分がね知っているつもりでいましたけれども、今日のこの健康セミナーに参加させていただいて思ったのは、いやいやまだ本当に知らないことが多いぞということがありましたね。それから私穀物系、やっぱお米とかが大好きなんですね。でお米も白米ではなくて玄米を取るようにはしてますけれども、それでもやっぱり穀物の量は少し多いかなと思うので、少しこれは減らしていってみようと思いましたし、それから朝ごはんを、先ほどのオリゴ糖を増やす食事の、オリゴ糖じゃないか、ビスフィックス品を、増やす食品でいいよと言われるね、人参とリンゴとバナナの、トリプルのスムージーで、ちょっとお野菜なんかを、ケールなんかを入れたりとかしてやってみようかな、しばらくちょっと続けてみようかなというふうに思いましたね。はい、体が健康だと、その他人生で起こるいろいろなことって、それをこうブレイクスルーしていく力が出てきますよね。でも体が具合悪いと、まず姿勢がこういう姿勢になりますし、あと自分自身にもちょっと自信がなくなってきたりとかしますから、やっぱり本当に健康っていうのが人生の幸せの基礎になるんじゃないかなって今日改めて思いました。はい、それではちょっと健康セミナーのことをもう一度ねお知らせしておきたいと思います。はい、ゴールドコーストの方で
毎月ですね、毎月開催されているセミナーということでございましたけれども、はい、こちら、上村和美さんというですね、ゴールドコースト在住の、ナチュロパスの先生がされていらっしゃいます。ゴールドコーストのソウルポイントホリスティックというですね、クリニックの方にお勤めをされていらっしゃいます。はい、そしてこの、ナチュラル健康セミナーの方なんですけども、この和美さんとご一緒に、はい、なさっている方ですね、はい、カイロの先生だそうですね。カイロプラクティクスの先生だそうです。今日私もシェアをさせていただいたんですけども、はい、今日は姿勢について教えていただいたんですけども、カイロの先生ですね、こちらに詳細があります。ちょっと文字が小さいので私の方でお読みしますけども、はい、上村さんと、それからもう一方、坂部先生ですかね、カイロスポーツカイロプラクティクス、プラクティックドクターの坂部雄介、先生ですね。このお二人が、なさっている、講座でございます。ゴールドコーストの方で毎月の、月末の一番最終月末の、木曜日の日に6時30分から8時30分、2時間の予定で、サウスポートコミュニティセンターというね、とっても綺麗な施設で、セミナーしています。今日も大盛況でね、お部屋椅子が足りなくなるぐらい参加者の方いらっしゃいましたので、また私のフェイスブックページですとか、それから、ゴールドコーストセミナーズのページでも、セミナー開催のお知らせなどをシェアさせていただきますので、お近くの方はぜひお越しいただければと思います。私もレギュラーメンバーでなるべく毎月参加できるようにしたいなというふうに思いました。はい、今日はね、健康に関するテーマということでお送りしてまいりましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。本当に走り書きなので、今日ね、本当は先生方に教わった内容の3分の1もメモできてなかったんですけれども、この後、この健康セミナーの方のグループページがFacebook の方にあるということでしたので、またしっかりそちらの方でも勉強して、また新たに皆様の方にゴールドコーストレポートとしてお届けをしていきたいと思っていますし、また機会があれば上村和美さんね、ナチュラパスの先生にもぜひうちのソーシャルメディア TV などにご出演をいただいたりとかして、直接やっぱり専門家からこうした健康に関するお話なんかを聞けたらいいなっていうふうに思っています。ちょっとぜひね、交渉させていただこうかなというふうに思ってますので、また決まりましたらお知らせいたしますね。はい、それでは今日も皆様ありがとうございました。ソーシャルメディア TV は毎日日本時間21時から、お送りしておりますインターネットの生放送番組でございます。世界中どこにいても皆さんのパソコンやタブレット、スマホなどでご覧いただけるインターネットの生放送でございます。この番組では魅力的な皆様のご出演をお待ちしています。私のですね、このヘレンスベールのゴールドコーストのハウススタジオの方に直接お越しいただくのがベストなんですけども、そうでなくても世界中どこでもインターネットの方で回線をつないでお話ご出演していただくこともできますので、ぜひね、ご興味のある方ご連絡お待ちしています。はい、それではまた明日お目にかかりたいと思います。それでは皆様、今日もご視聴ありがとうございました。カノンさん、コメントもありがとうございました。それではおやすみなさい。